からまたまた素晴らしい試合が展開されます。ニューパワーコンビジャンボ鶴田タイガー富士組に対しまして、アブドラザピッチャークラッシャーブラックウェルの45分一本勝負、今晩のセミファイナルであります。先陣を切ってリングに上がりましたのがジャンボ鶴田タイガー富士組であります。アブドラザ・ブッチャー、クラッシャー、ブラックウェル組を今リング上で待ち受けております。相手をじらす戦法か、まだ黒い恐怖ブッチャーの姿は見られません。今日は機械の重戦車クラッシャー、ブラックウェルとの初コンビが登場いたします。兵庫県尼崎市体育館の会場に吹けよ風呼べよ嵐のブッチャーのテーマミュージックが流れております。少年ファン、ちびっこファンがそのブッチャーを今拍手と声援で迎えているところであります。おーっと見られます、ブッチャーの姿が今見られました。リングに近づきます。まるで猛牛のよう黒い恐怖。今日のパートナーは重戦車165キロのクラッシャーブラックウェルです。すでにエキサイトしております。おーっとエキサイトした鶴田そして富士であります。おーっとお嬢さん方が花束を渡そうと待機しておりましたが、ちょっとリング上が荒れ狂っておりまして早くも飛び出してしまいました。とにかく大きい大きいブッチャーとブラックウェルです。そしてニューパワーコンビ日本チームはジャンボ鶴田タイガー富士組であります。原リングアナウンサーが今選手紹介であります。クラッシャーブラックウェル330ポイント、アブラザブッチャー黒い恐怖全員とアタックチャンピオン、アブラザブッチャーが今紹介されました。タイガー富士野生の虎イメージ展示したタイガー富士インターアタック UN の2冠王ジャンボ鶴田抱え込んで自分のコーナーマットに激突、苦しそうなジャンボ鶴田どうですか田山さん。いやブラックウェルはねあの体で、まあ、割合によく動きますね。そうですね、あさっきのあのドロップキックなんか驚きましたな、はい、さあ毒針殺法が出た。まあ本当に165キロあるとは思えないようなそのドロップキックを見せる、 そして頭は硬い、まあ弱点を探せば足が弱いということらしいんですがね、うん、それにしてはねやっぱりああいうドロップキックができますからね。さあ今度は鶴田が自分のコーナーへ持ってったスラプラトンのトーキック、ブッチャーのお腹に炸裂、向こう側へ飛ばしておーっとタイガー戸口のドロップキック、ちょっと距離が甘かった感じであります。このタイガー戸口は日本陣営に参加して4ヶ月、馬場鶴田の頼もしいパートナーとして世界への現在飛躍を狙っております。おーっとヘッドバットで返します。今度はブラックウェル、さあ今度はこちら側の飛ばしておっとショルダーアタック、とにかく165キロ、リングコスチュームの中の体はなんか8切れんばかりであります。さあそしておっと巨人ドロップを落とした、レッグドロップ、これは効いた感じがするがカウント2で鶴田がフォローに入った、よく返しましたね、よく返しました。タイガー戸口さあ反撃開始、まあこの人のお腹というのは割合柔らかいんだそうですけれども、しかしこういくら抑えてもその肉があるという感じで、まあ大久保選手の話なんですがね、はい、全く捉えどころがないと言ってましたね、まあ、アドバルーンみたいですね。そうですね、さあ地獄次が出た。このブッチャーはタイガー戸口にしてみれば師匠大木金太郎と決別する原因にもなった嫌な相手です、嫌いな相手なんであります。いいフォローでした今のね。そうですね、なかなか両チーム意見合っております。おーっと今度はタイガー戸口が
リング外にぶっ飛んだ。そして2人が行くぞ。重戦車と黒い恐怖、こちらから鶴田も行きます。鶴田も行きますが場外乱闘になりました。ブラックウェルが戸口を捉えております。今度は鶴田が行った。しかしまあ両チームとも割合冷静に相手を見てますね。まあ両方ともコンビはいいですね。そうですね。アブドルダ・ブッチャーはこのシリーズではレイ・キャンディーとかビッグ・バッド・オーあるいはビッグ・レッドらとタッグを組んでおりますが、この白人のブラックウェルとは初めてのコンビであります。まあインタータッグ戦ではブッチャー、レイ・キャンディーという絶妙なそのタッチワークを見せて、一度はインタータッグをもぎ取ったというそういった実績を持っておりますアブドルダ・ブッチャー。今日のパートナーはクラッシャー・ブラックウェルであります。まあ、これだけの重量があるとちょっと扱いにくいですよね。はい。まあ、あの全日本プロレスのベテラン大隈選手を一回りから二回りぐらい大きくしたようなタイプという感じを受けるんですがね。二回り以上ですよ。そうですね。その大隈選手は名古屋大会でこのブラックウェルと激突しまして11分23秒でノックアウトされております。おっとコーナーポットに押し付ける。これも体重を利しての攻撃であります。165キロが首の上に乗ります。このブラックウェルってのは不思議な選手ですね。あのアドバルーンみたいな体の割合に動く、本当によく動きますね。おっと外から待っているブッチャーの地獄突き、首に炸裂、ちょっと苦しい。おっと、ああいうどんなブッチャーと同じような毒針殺法、エルボー落とした。カウンターツー、マイフォローン出ました。普通のね、あのフライングソーセージってやつと違ってね、はい、ああいうそのジャンピングエルボードロップなんてのをやるんですからね。そうですね。まあジャンボ鶴田は年末の世界最強タッグ決定リング戦を控えて、まあジャイアント馬場と組んで V2 を狙っておりますが、今日はタイガー戸口がパートナーであります。さあチョップ攻撃でこちら側の自分のコーナーへ持ってきました。そして果敢に攻めるジャンボ鶴田、タイガー戸口。さあ今度はどういう攻撃か。おっと、なんか大きな布団のような感じですね。ふわっと浮いて全くダメージがない感じであります。バネの効いたスプリングのような感じ、本当に大きなお腹です。さあこれからまた反撃が開始されます。顔を真っ赤にした。そして怪力殺法、多彩な技を持っております。本当に巨体に似合わず多彩な殺人技が次々と出しますクラッシャーブラックウェイです。今度はブッチャーの地獄突き、まあ、レイ・キャンディーとのコンビもいいと思いましたけども、このブラックウェイ・ブッチャー組のコンビというのもなかなかいいですね。なかなかのもんですよ ね、 ね。第一この重量だけでもね、はい、良いなもんじゃないですね。300キロを優に越すこのブラックウェル・ブッチャー組であります。さあエルボーを見てるぞ鶴田、おっと見ていたがそのまま食っている毒針殺法一発。しかしトンキがフォローに入りました。まあジャンボ鶴田に試合前聞きますと、それほどブッチャーとはそのタッグマッチでやると怖くないと、すぐフォローに出せるからということだったんですが、しかし場外乱闘になりました。場外乱闘になった。ちょっと荒れ来る。おっと放送席ブラックウェルとジャンボ鶴田の攻撃であります。おっとまたブラックウェルが巨体を利して、おっとあーとクラマスタンピート、こういった技を持っています。カウントがワン入ったところでまた戸口が抜き出しました。さあ今度はもう一度鶴田を放り投げました。どうしても戦場を場外に求めておりますブラックウェル・ブッチャー組。おー今度は鶴田がやられているところへセットに戸口が行きます。そこへブラックウェルがなだれ込む。場外乱闘であります。わあかなりエキサイトしております。まだ流血はないようでありますが、しかしブッチャーそしてブラックウェルかなりエキサイトしております。
そしてこのブラックウェルという人はこれでスタミナがないのかと思うとスタミナもあります。スタミナもあるんだ。トップロープからある。おっとトップロープからエルドを落とした。タイガー飛び火。おっとしかしダウンしないぞ。なかなかこれは珍しい不思議な風船玉ですな。おっと今度はこれをボクサーが出た。タイガー飛び火の力も大したもの。おっと今度は2ドロップ厳しいな。当たり2発目さあこれで効いたか。カウントワン、軽く跳ね飛ばした。いってますよ、これはね。はい、いってますね、本当にスタミナもあります。そして力もあります。体重もあります。ブラックウェル、またボディに。ヘッドバット、一発二発。いや、受け立った感じであります。ヘッドバットをそのまま受けます。これはブラックウェルとブッチャーのコンビってのは余裕があるのこれはね。おっと今度は買い上げてエアプレンスピンかな。おっと逆に下げた。背中からね落とした。昔のカウンター2です。マンマウンティンディーンがあれやったんですよ。なるほど。まあこの人はマウンテンブロックと言ってるらしいんですよね。ああそうでしょう。マンマウンティンディーンなら得意技です。はい。さあこの後おっとこれは前の時は攻撃だ。これはカウンター入るぞ。スリーまた。ああこれはうまいぞ。これはいい準備でしたね今のは。ジャンボツルサー、そしてタイガーの勝利。全くインサイドワークの勝利といった感じだ。いやこれこそねタッグの連携の妙味ですね。そうですね。もう決着がついております。長翔平がレジカウント3を完全にキーホールを数えておりますので、しかしそれにつきません。大臣チームブッチャーと悔しがって怒ってるわけですね。今の連携はうまかったですね。おっと今度はブラックウェルがゴングの小槌を持ちまして、これで鶴田の頭を叩きましたが、鶴田も一段撃。しかし答えませんね。全く強靭です。ブラッシャーブラックウェル一発目は3発まだ平気だ。おっと今度は小槌で反撃。本当にアドバルンのような大きな体があります。このアドバルンがまあ不思議なアドバルンですな。そうですね。台の方は決着がついておりますが、しかしこの12分28秒最固めでジャンボ鶴田